周回数は12周です。この9艇の中でホールショットは誰が取るのか。さあ選手そしてチームインも気合も十分。カード2からカード1で今一斉にスタートを切っていった。さあホールショットは誰だ。なんと青森の藤井がホールショット。さあ元稲からの藤井、青森から来たんだ、今日は優勝してないと勝てない。さあ現在のトップは5番藤井亮平、35番、8番、12番、69番、10番、34番、29番、67番と続いていきます。あ、2番手と3番手サイドバイサイドだ。2番手と3番手のサイドバイサイド、左側水面で競り合っている。なんと2番手がマスコ高吉 CZレーシング。1番手と2番手バックストレートです。1番手と2番手バックストレートです。さあ2番手のマスコが追い上げていく。さあプレッシャーをかけてサイドバイサイド、1番手と2番手マスコの緑のマチューがトップになった。さあ間もなくトップ艇が通過していきます。トップは8番のマスコ高吉、そして2番は藤井亮平レーシング元稲。さあここで4番手と5番手がバックストレートで近づいてきました。やはりこの周回数12周という中でこの展開があるのは右側水面のインとアウトに分かれるこの選択が非常に重要だということ。そしてここです。さあ1番手と2番手8番と5番マスコ高吉、そして藤井亮平、これはいつ何が起こるかわからない。さあこのまま実況は1番と2番手見ていきましょう。そしてトップ艇はラスト1周となりました。トップ艇はラスト1周となりました。2位の藤井亮平まだまだ諦めない、最後の最後まで諦めない。見事逆転優勝 AX2 チャンピオンはマスコ高吉 CZ レーシング。はい、取ります。はい、お願いします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。塚村選手ありがとうございます。娘さんもね走っておりましたが、これでもう反面教師じゃないですけども胸を張って言いますね。ありがとうございます。言ってますけどももう目が充血しちゃって、青い目ん玉がすごいですが、青森から来てくれました藤井選手、おめでとうございます。今大会の最北です。はい、そうです、疲れました。やっぱりね、一番遠くから来てね、何か持って帰らなきゃね。一番の初めてです。そうですね、最初良かったんですけどね。そしてその悔しい思いをさせたマスコ選手、おめでとうございます。ありがとうございます。メッセージ、あ、今日は予選からエンジンが焼けちゃってピストンを貸してくれたまっちゃん、ありがとう。ありがとう。